こんにちは、ザキツカです。今日は京都府にある城島公園の堤防に来てます。こちらが城島ですね。この島がそうです。島の反対側、向こう側がに堤防があるんですよね。でこっち側は手前、東側は磯になってて、西側に堤防がありますんで、その堤防で釣りをします。駐車スペースは島の向かい側に駐車スペース、車を止める場所がありますね。皆さんここに車を止めてます。そして駐車スペースの真ん中に水洗トイレがありますね。かなりね、綺麗なトイレなんですけど、あの紙がないんで、紙は自分で持ってこないと紙ないです。はい、それではね、島の堤防の方に向かってみましょう。ここが城島、キャンプ、バーベキュー等は禁止ですね。橋を渡ってちょっと歩いたところに堤防がありますね。おお、堤防、人いっぱいだな。堤防がありますね。落石注意って書いてあるな。お、こっちが一つ目の堤防で、向こうに二つ目の堤防がありますね。こっち人いっぱいですからね。奥の堤防行ってみましょう。奥の堤防も3人いますね。人多いなぁ。あれ、どうやって行くのこれ。一回登って、階段登って堤防まで行くのかな。神社の階段、神社の裏手の階段ですね。あ、神社の神主さんとかが住んでんのかな。磯ですね。おお、磯場が広がってますね。磯の先端で釣りしてる人もいますね。いやー、磯ですね。この磯でも結構遠くに投げないと。やばいなこれ。おお、わー、これダメダメ、流されちゃうこれ。人気のスポットですね。すごい波ですね。だいぶね、こちら日本海側ですね。はあ、よいしょ、日本海側の方でちょっとやってみますか。よじ登ってきましたね。崖の先端、海側です。この辺からね、そこに向けて釣りをしてみましょう。ここなら何か釣れるんじゃないですか、さすがにね。疲れたな。よいしょ。来た、しましまです。三羽草が釣れました。しましまね、しましまばっかりですね。三羽草の軍団がわしゃっといます。三羽草だらけですね。あ、来た、ガシラ、カサゴが釣れましたね。釣れました、やったガシラ、カサゴ釣れました。おかずも釣れたことですしね、終わりにしますか。以上ですね。いやー、のどかないい場所ですね。でもね、しぶきがすごいね。バッシャンバッシャンすごいですよ、波しぶきがね。以上でーす。またねー。あ、ちち、カサゴ煮込み見えてきましたね。いい匂いがします。よし、完成ですね。はい、完成です。ご飯とカサゴの、あら汁とカサゴのお刺身、そしてクリームシチューですね。
カサゴ定食クリームシチュー付き、いただきます。こちらがカサゴのお刺身ですね。お刺身定食ですね。いただきます。カサゴ、プリプリですね。うまい。そしてスープ、おお、油乗ってますね。うまい。玉ねぎゴロゴロ、クリームシチュー、美味しい。美味しいね。はい、ということでね、以上ですね。またね、バイバイ。またね、バイバイ。